ね、まだ見ほどき終わってない全然、うんうん、でも明日ほら私さパパ焼きママ焼き来るからさ、うん、手伝ってもらおうかなって鉢合わせないように帰ります。うん、でも実はスカイさん会ったことあるんだけどね、お二人ともね。そう実はねあるんですよ。パパ雪がめちゃめちゃ気に入ってくれたんでしょ、うん、スカイのこと。えもうパパ雪やばいよ、スコヤ患者でもいるよ。皆さんスカイさんの配信見てるってか今日スカイさんの配信か、うんうん、やばいかもしれない、やばいらしい、バレてるかもしれんよ。この間実家にちょっと寄った時に、うん、その姉雪が遊びに来てて甥っ子たちと、うん、たら友恵聞いてよってやばいよパパ雪超キモいとかあのスコヤさん、スコヤさんのマジファンだよとか言っていつも聞こえてくる声、もしそのうちメンバーシップ入ってたらいや入ってるかもしれない、やばいよ。うーん、そうそうそう、ママユキも可愛らしくて素敵な人だったな。そうそう、ママユキとは3人でご飯一緒に行ったんですよ、うんうん、めちゃめちゃ緊張したけどね。えでもなんかあれでしょ、なんかさ少女みたいじゃない私。いや分かる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 、天然なんだよ、言ってること分かった、そう聞いてたけどあ確かにと思って。でもすごいなんかね、どっち似てた雰囲気。パパユキ、あパパユキやっぱね、そうだよね。エッチ大好きだもん、エッチなこと大好き。エッチ大好きはエッチが大好き、エッチ大好きはその声がエッチなこと大好き。それもそれで大変だよ、女の人の体大好き。スケベって言うと、じゃあスケベ、スケベさんやばいよ。そうだよ、もうリビングでね、まだ私たちが小学生とかなんなら弟ゆきとかもいる中で、勝ってったらどんどん女性キャラクターが服を脱いでくるゲームをやってました。真剣衰弱かな、わかんないけど、なんか麻雀かなんか、うん、それが忘れられない、うん、私ともえこのゲームやってみるよって言ったゲームがなんか普通にエロゲーだったりとか何も知らず進んでったら、なんかえなんかしてるみたいな教育に悪すぎるパパユキ。そうだよ、ダメだよ、それでね、多分私こんなにおたい好きな、おっぱい好きな、まあ、そのおかげでこうして一緒にいれるわけですからね。うんうんうん、それがなくても一緒にいるよ、うん、もっとでも純粋だったかもね私が